こんばんは。こんばんは。とうとう役の結婚してありがとうございます。ちょっとずっとタワーのお礼ができてなくて申し訳ないです。するとき言います。コンペイトありがとう。疲れも結婚してタコもハートもありがとうございます。こんばんは。中村舞です。公演、そう、ありがとうございました。そう、今日はね、ニチさんの卒業公演で、ありがとうございました。コンペイトもありがとうございます。ちょっと久しぶりのね、そう、公演だったんですけど、出演できてよかったです。花だれ公演誰もありがとう。コンペイトもありがとうございます。そう、楽しかったですそう、一応なんか復帰ですね復帰なんか休んでたので、そう、あとコンペイトありがとう。ちょっと緊張しました。鼻が吸ってるのに吸えないはい、ありがとう。グルマもありがとう。ブラそばの話、おきちゃんがしてた、なんか今日言われた。なんか油そば、私が昨日油そばを、あの、おきちゃん誘ったら、おきちゃんがお金ないからって、あの、そう、断ったんですよっていう話を昨日配信で話したら、そしたらおきちゃんの配信で、なんかみんながギフト投げて油そば代ってなんか投げで、なんか投げられたんだけどって今日言ってて、なんか油そば代って、おきちゃんお金ないって言ってたって、なんかわーってなんかおきちゃんが言ってて、言ったでしょごめんっていう。あと、いいね、逃げた。今日その話をしました。違うのって、節約し始めたのって。なんか、そう、言ってました。歯車、ありがとうございます。ありがとうございます。わっ、あれ、ありがとう。お代理様ありがとうございます。節約中？そうそう、なんか引き落としがいっぱいあったんだって、嘆いてました。でもなんか、おきちゃんってなんか結構不幸なエピソードをすごい楽しそうに話すんですよ。なんかそれは、もう、その、そういうことだけじゃなくて、もう本当に、私、こういうことがあったんだよって、すごいなんか、あんまりハッピーな話じゃない話をめちゃくちゃ笑顔で楽しそうに話すんですよ。ね、なんかそれを見ると、あ、おきちゃんだなって思う。おきちゃんね、結構、
結構常にねポジティブで明るい。ご迷惑ありがとうございます。駅前公園と17日のドラさんどっちに行った方がいい？どっちも。あ、駅前公園一般受付そう始まっててスタンディングのみになってしまうんですけども、はい、お待ちしてますね。ちょっとね本当にスタンディングきついよって方には申し訳ないんですけども、うん。あとコンビートありがとう。ここにもありがとう。うん。スタンディング。コンビートありがとう。ちょっとね、緊張しますね。なんかさ、私お父さんにさ、なんかスタンディングとあの座りどっちが好きっていう話をしてたんですよ前に。そしたらうちのお父さんってねまさかのスタンディングが好きだし、なんかなんか座ってたらそわそわしちゃうらしくて、スタンディングの方が俺は好きって言ってて、なんかその足腰が痛いとかじゃなくってなんかそわそわするんだって。なんかもういても立ってもいられない、座ってられない。なんかあんまりその理由でスタンディング好きな人いないと思うんですけど、うちのお父さんはねなんかねなんかむずがゆいんだって。なんか立ってたらいいらしい。そう、なんかじっとできない。でもめっちゃわかる、うちのお父さんってあんまじっとできない。ありがとうございます。でもなんかのライブもなんか木の影とかから見てたし、なんかのライブも柱の影とかから見てたし、なんか立って影から見るのが多分好きなんだよね。なんか外のイベントとかよく来てくれるんだけど、なんか座るスペースがあってもなんかの影から見てる。なんか半身で見るみたいな、こう。うん、なんか落ち着かないのかな、わかんない。クマありがとう。どうもありがとう。プロデューサーして、え。P プロデューサー。ありがとう、お代理様。明日じゃん、ひな祭り。明日お話し会だよ。そう。いや、私ね、ちょっと言えてなかったんだけどね、お話し会の振り替えがね、多分3日と23日、この間20、
この間できなかったお話し会、2月でできなかったお話し会の分の振り替えが3月の3日と23日に振り替えが可能だったんですよ。でもう多分23、どうなんだろう、わかんないんですけど、23っていけるのかな、その日になってみるとわからないかもしれないんですけど、振り返ったよ。本当ですか？ちょっと申し訳ない。できなかったって人いるのかな？したよって人めっちゃ多い。みんなすごい。もうすみません、本当に振り返りました。明日に振り、もうすごい振り返、ありがとうございます。ちょっとね、何も23日もできた。ありがとうございます。まだできるよ。お、ちょっと明日は多分もう難しい、3月3日はなんですけど、そう、ありがとうございます。明日はそう、お話し会、明日もまだいけ、嘘、明日もまだいける、前日くらいまでだっけ、いや当日の開始5分前、違うね、なんか何だったっけ、いつまでだったっけ、わかんない、いつまででしたっけ、直前まで、そんぐらい直前だったっけ。振り返りできるってメール来たから、あ、すいません、できるみたいです。あ、今ここで振り返りできます申し訳ない、ありがとうございますみんながいっぱい知ってくれてるっていう勝手、ありがとう。明日お話しか、10時からです。1時間目、ありがとうございます。起きますよ。なんか最近睡眠全然取らない時期に入ってたんですけど、昨日はぐっすり寝ました。8時間ぐらい、7時間半ぐらい、そうなんですよ、ちゃんと眠れました。明日何着る？明日は洋服着ようと思ってますワンピースにしよっかな。気が変わったらごめん朝起きて気が変わるかもしれないんでね。やばい、ちょっと充電がなくなっちゃう、止まった、なんてことかしら。充電した、あれ動いてます？どう？ただいま。今ね、携帯むき出しなんですよ。なんかケースを落としてしまって、ケースと携帯落としたの、もうケースが本当にどうしようもないぐらいになってしまって、ケースをもうおさらばしたんですよ。なんで携帯むき出し、もう落としたら終わり、バリバリ、バキフォン固まってるよ。ひょいー
でもこの携帯も結構使ってるんでね。ねえ、あのさ、携帯さ、確かにちょっと私画面がちょっとバキバキバキってるんですけど、もう何なんですかね本当に。だから何ってめっちゃね思うんですよ。なんかね、もうバキバキ、え、バキバキだねみたいな。そんなに言うほどバキバキじゃないですよ。なんかちょっとひびがちょっとパカパカパカ。いや、そうですよ。いや、おもろ、このね、この会話でもめっちゃよくあるんですよ。だから、おもろいなと思って、よく言われる。どうやったら画面割れるの？ちょっと、画面割ろうとしてないですか？割らないでください。でもね、なんか、こう、携帯を持って走ってたら落としちゃう時とかあるじゃん。道路とかに。パーン！はぁ！で、バキバキになったりする。ドジ？保護フィルムは、いやね、貼っとんよ。意見ね、よくそのバキバキですねって言われたら、うん、でも本体は大丈夫っていう。これ多分フィルムが割れてるから。私の決め台詞。いや、これフィルムが割れてるから、本体は大丈夫。いや、マジででも絶対そうなの。なんか見る感じ。いや、わかんないけど。フィルム替えの晴れ。いや、それもよく言われる。だから、いや、私、あのフィルム貼るのができないんですってなんか携帯ショップとか行かないと多分できない。もう本当に何ですか、大雑把なんですよ。ああいうのは姉級がそう得意。お姉ちゃんね、めっちゃ几帳面で得意なんですよ。気泡入ってそう。なんだと？入ってないね、意外と。今貼ってあるフィルムは携帯ショップの人にやってもらった。なんかさ、ショップに行ってさ、フィルムだけ貼ってくださいってやってくれるのかな。もう分かんないけど、フィルム持ってたらやってくれるのかな。お金かかるのかな、フィルム貼る代。なんかさ、最初のさ時はさ貼ってくれるんだけどさ、あ、有料なの。あ、そのお店で買わんとやってくれるらしい。てかさ、携帯ショップで働く人はさ、フィルム貼ってくださいって言われるやろうけどさ、本当に几帳面じゃないといけませんね。私はできません。練習するの？いやね、多分行かないんですよね、なかなか。どうしたものか。
もう私の iPhone 強いの本当に。何されても大丈夫。なんか水がかかっても元気だし、落としてもめちゃくちゃ元気だし、強い。お腹鳴ってる？え、鳴ってた？聞こえたの？さっき親子丼食べました。美味しかった。うん、家の親子丼好きなんよね。で、聞こえてたって中うちが違うよ、家で作ったやつ親子丼。でもね、私ね、親子丼ね、もう全然ね、まあ親が入ってたら美味しいんですけど、親がなくても結構好きなんですよね。その卵丼っていうんですか、もうなんかもうそれだけでも美味しい。子丼さあ、熱いご飯が大好きなの。もうめちゃくちゃ熱いご飯が好きなんだけど、早食いしすぎてベロが痛いやけど休みって言われてるけど、もう時間なんですか？ちょっと最後に私の今日の髪型を見せておきます。あの編み込み、あ、巻き、じゃーんでした。おやすみ。待って、誕生日呼ぶから。福ちゃん丸さん、ピロミンさん、ダウンさん、ガムガムシューさん、え、これ読み方合ってるかな、ガムシューさん、ガムショーさんイズミンさん、シーサーさん、元町さん、太郎くんさん、マサさん、かまねパパさん、福太郎さん、きなぺこさん、はやりんごさん、ありがとうございます。また明日会おうね。明日会おうね。明日日曜日か。皆さん、明日は日曜日です。今日も一日お疲れ様でした。良き週末を。土日、ありがとう。おやすみなさい、おやすみなさい。また明日。また明日。ありがとう。